あるね、YouTuber。勘違いした。てめえの力で人気が出たと勘違いしちゃったある YouTuber。痛いよね。だいぶ痛いよ。ただの何でもね、一般人が自分の力だけで人気者になっちゃったと勘違いしちゃった。ある暇人 YouTuber。超痛いね。うん、勘違いしたその YouTuber と、あと俺がムカつくのが、俺のこと応援してるとか言いながら、俺の反面の YouTuber のやつらとか、リスナーのやつらと、仲良くじゃれ合ってるやつ。そういうやつ気持ち悪いんだよ、マジで。ああ、もう俺のとこ二度と来んなよ。もう昨日今日で見限ったからよ。俺と仲良くしといて、俺の反面のやつと、仲良くなれ合ってるような、意味がわかんねえんだよ。そういう常識のねえな、筋道の通ってねえやつ、俺。大っ嫌いだからよ。そういう奴とはもう縁切るし、すぐよ、なんかリスナー同士で仲良くしてよ、ご飯行きましょうだの、会いましょうだのさ。なんなんだよ、それ。気持ち悪い。そんな出会いが欲しいんだったらマッチングアプリでもやってろよ。んで、俺と仲良くしといて、俺の反面の奴らと仲良くして、で、どのツア下げて俺のとこ来てんだよ。気持ち悪いな、本当によ。マジムカつくんだよな。ほんとそういうやつらが多すぎる。最近街でおかしいやつが多いよな。普通の常識じゃ考えられねえよな。バカが多すぎるよ。自分の力でね、人気者になっちゃったと勘違いしちゃったバカな YouTuber。 平和配信とかほざきながらね、アウトロー YouTuber ばっかと絡んでやってることおかしくない？いちいち俺の反面のやつらとばっかり絡んでさ、まあそういうやついらねえよ。気持ち悪いよ、ほんとに。うん、てめえ、ただの一般人だろって。勘違いすんな、暇人が。うん、もうそういう勘違い YouTuber はもう、論外だし、あとリスナーな。バカなリスナー。常識のね、筋道もわからねえリスナーよ。ほんとによ、呆れちまうよ。最近街で、おかしいやつが多いよな。